はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。神山と三好店の若月です。こちらも、新商品、新ラインナップのご案内、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。ヌーディージーンズ、見覚えのあるステッチだと思います。これに関するうんちくはいっぱいあるんですけども、日本国内で流通しているヨーロッパ系、ヨーロッパのデニムブランドっていうと、まあ、有名なのはやっぱりジスタロー、あとはデンハム、ハサミのマークのブランドですね。ここら辺だったりっていうのがあるんですけども、非常にマーケットとして長い歴史を持っているのがヌーディージーンズ、まあ、細身の決定版といっても言いましょうか。で、昔から変わらないこだわりっていうのは、使うコットンに対しては全てオーガニックコットン、これはやっぱりこだわりがしっかり強いです。で、形も細身のこだわり度というか品種自体が非常に多いので、三好店でやっているものですと、リンリン、近年の決定版、まあ、ざっくりとテーパード、ちょっと細身なテーパードですね。お尻ももう少しがっちり、膝下そんなに細さがいらないよって人はリンリン選んでいただくといいと思います。今度は反対に、お尻もも周り、非常にコンパクト、ここは小尻合いをシャープさが欲しいよ、余りがあんま出ないで欲しいよという場合であれば、こちらタイトテイクですね。ヒップ、裾幅、リンリーの同じサイズにできればややこちらの方がシャープかなというところ。1番、スイミング、実質2000、ごめんなさい記憶曖昧ですけど、16年までに一度廃盤になっている形なんですよ。ですけど復活の声が日本で非常に多くて、2017年の、春夏から、復活してまた展開しているのがスイミング。私1988年生まれなんですけども、多分同世代の方々はここに憧れを抱いた、細身で憧れを抱いたという方も少なくないんじゃないでしょうか。ミュウセン、在庫限りありますが3型展開してますので、シーズンものなんかもちょっと色で取り入れてみてはいいんじゃないかなと思います。非常にいいインポートジーンズとなっておりますので、色落ちのこだわりある方もぜひぜひ、非常にいい色、ベーシックな履きやすさ、それでいて美しい、まあ、そんなパンツになっているのでぜひご覧になってみてください。今日は僕からは以上です。365日ジーンズで遊ぼう、山部で遊ぼう、ご覧いただきありがとうございました。ネットショップもよろしくお願いします。